溶媒原子を、鉄、溶質原子を炭素とした時の模式図。赤丸が転移の余分な原子反面で、その直近の隙間に黒丸の炭素が入り込んでいる。コットレル雰囲気あるいはコットレルの雰囲気とは、結晶中の転移の存在によって、物質中に歪みが生じ、それによって溶質原子が転移に集合しやすくなる状態、あるいは集合した状態を指す。転移に、 溶質原子が集まった結果、溶質原子は転移による歪みエネルギーを減少させ、溶質原子と転移は結合した状態になる。この状態から、溶質原子から引き離して、転移を移動させるにはより大きな力が必要となる。すなわち、コットレル雰囲気によって、転移が移動しづらくなり、物体の変形に対する抵抗が大きくなる。これを、コットレルの転移の釘付け作用と呼ぶ。 コットレル雰囲気を起こす溶質原子としては炭素や窒素が挙げられる。上幸福点と下幸福点が現れる応力から歪み曲線の例。例が上幸福点、レルが下幸福点難航の応力から歪み曲線で観察される上幸福点の存在は、このようなコットレル雰囲気による転移の移動抵抗の増加によって説明される。すなわち、 本来の幸福点である下幸福点から、釘付け作用から抜け出すために、余計な応力が必要となる。釘付け作用から抜け出して点位が移動し出す応力が、上幸福点となり、釘付け作用から抜け出した後は、本来の幸福点である下幸福点が、現れるという説明である。一方で、ホールペッチの関係に代表される幸福点の結晶粒サイズに対する依存性が、 コットレル雰囲気による理論だけでは説明できないため、理論の不備が指摘されている。また、蘇生変形後にある程度の時間経過後に幸福点や、引っ張り強さが上昇する、歪み事項も、コットレル雰囲気によって説明が与えられる。ABCD 小治育を、小山真嗣井上正宏、山内圭、安藤哲也、機械材料学丸善出版、2014年。 97から98ページ。ISBN 978から4から621088401。ABC 北田正宏、新定初級金属学内、太郎鶴穂、2006年、第1九91ページ。ISBN4 から7 5 3 6五5 5 1 2 ABC 角間改造、機械材料実況出版、大学基礎、 1993年 SI 単位版37から38ページ ISBN 978から4から407023282小野寺隆太祝葛ら号森田泉低炭素光の強度と幸福点減焼に及ぼす結晶流形と熱処理の影響日本金属学会史第66巻第5号日本金属学会2002年 521ページ、土井、10.2320、ジンストメット1952.665521。ありがとうございます。